出ない。うん、なんなんだよ。たまには墓参り来いって言ったの父さんだぜ。自分がすっぽかしてどうすんだよ。こっちだって忙しい時に来てるのに。そんな言い方ひどいよ。自分のお母さんのお墓参りでしょ。は？悪いのは父さんだろ。もういいよ、ごめん。時々考えます。どうしてこんな冷たい人と結婚したんだろうと。父さん、いないの？もう開いてるよ。え？うわ、ひでえな。おい、父さん、父さん、父さん。父さん、おい父さん、父さん、おい。大丈夫？酔っ払って寝てるだけ。うっせえな。直樹、どうした？どうしたじゃないよ。母さんの墓参りするから寺で待ち合わせの予定だろう。そうだったな。今用意するの。いいよ、二人でもう済ましてきたから。はじめさん、いらっしゃい。お邪魔してます。今、お茶入れるわ。大丈夫です、私やりますから。すまない。それだと見積もり直さなきゃダメだろう。事前に確認取ったのかよ。お前ら俺がいないと何もできないのかよ。お参りもしたしもういいだろう。お父さんかわいそうでしょ。ずっと一人で寂しかったんだと思うの。しばらくいてあげようよ。冗談じゃないって。仕事どうすんだよ。大きな声出さないでよ。聞こえるでしょ。ごめん。いやでもさ、ほんと戻らないとまずいんだよ。わかった、私残るから。え、いいのか？だってあんなお父さんほっとけないよ。じゃあ仕事落ち着いたら迎えに来るから。悪いけどそれまで父さん頼むよ。うん、仕事頑張ってね。直樹は帰ったのか？はい、仕事で。私はしばらくいるので食べたいものとかあったら言ってくださいね。うまい。久しぶりだよ、こんな美味しいご飯食べたのは。よかったです。ほんとありがとうな、かすみさん。もうやめてくださいよ。うまい。かすみさんも一緒に飲まないか？酒少し控えた方がいいですよ。明日からやめるよ。だから今夜は付き合ってくれないか？じゃあ喜んで。
これ本当の話だからね。本当なんですか。それでさ、あいつパパのバカって言いながらさ、泣いて家飛び出しちゃってさ、大変だったよ。かわいい。今の直樹さんじゃ想像できない。だよな。親も嫁もほったらかしで、かすみさんもずいぶん寂しい思いしてんじゃないのか。もう慣れました。どうだい、孫の顔は見れそうかい。することはしてないのか。でももうやめてくださいよ。あ、もうダメ、酔っちゃった。そろそろ鬼会で休ませてもらいますね。あ、飲みすぎた。お風呂入らなきゃな。になっていたのです。これはかすみさんのせいだ。女房に先立てるか。俺は男として終わったと思ってた。かすみさんが火をつけたんだ。私も同じでした。